はいどうも、カードショップ山本山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に、まあ今日はちょっとね18時ごめんなさい過ぎてると思うんですけども、MTG 関連のね動画投稿しています。はい、なんだっけ、順番変わったからわからなくなった。チャンネル登録がまだの方はね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあランク戦をね今日はやっていこう。環境末期なんで、まあデッキ紹介まだ挟むとは思うんですけど、今日はランク戦でいきます。今日使うデッキは、どれでいきましょうか。グリクシス・ミッドレンジ、世界選手権優勝のデッキを使っていきます。はい、こいつですね。死体鑑定士がね非常に活躍するデッキになってます。まあ除去もあるし、はい、まあ安定して強いデッキですね。さあこいつでランク戦やっていこう。ちょっとねだいぶ今月ペースが悪くてですね、若干焦ってる。さえてきます。今が、3分の1。まだ3分の1はでも行ってないのか。まあ15日までにはね、やっぱりダイヤまでは上がっときたいですから。さあ、やっていきましょう。さあ始まりました。対戦相手先行、土地が2枚だけど、まあまあ3枚使えるカードあるからいいか、行くか。ただまあ1ターン目は動け、2ターン目一応切り崩し、3ターン目収穫者みたいな感じですかね。7枚でキープ、それまでに土地を引いてほしいな。さあお相手は赤ターン、赤ターンではなさそうだね。セオルじゃなくて土地が欲しい。3枚目のまず土地が来ないと。シェオルが見えても、赤タンか。赤タンであれば、ターン終了。赤タンであればワンチャンあるか。シェオル出せれば、しかも2体いるからね。さあ、それに対して切り崩し、これはいいですね。もう勝ったと言っても過言ではなさそうですけど。さあ税血の収穫者を出してターン終了。出さんと冥府の掌握構えといた方が良かったかもしれんけどね。プライチカウンター乗ったやつを倒していくっていうのもありやし。さあアタック、もう早々にシェル出しちゃいましょう。まあ焼かせてもいいかな。3点火力で焼かれても OK ですね、これは。違った意外なカードが飛んできましたね。さあセオル脅迫。さあアタック。さあしかし殴ってはきにくい。さあ冥府の掌握。さあだっけ、ターン終了。さあ残りライフが1。はい、対戦ありがとうございました。さあ現在、11月8日17時24分ということでね、18時に間に合うんでしょうかのんびりゴルフやってる場合ではないという。さあ対戦相手先行、
線の湿地から行きたいな。アゾリウスか。さあ、純血の収穫者。普通に着地できた。かき消しとか飛んでくるかなと思ったけど。緑、なんだろうな。さあ、切り崩しで投げていく。次なんか出してきたら一応火力で焼いて死体鑑定士とかで行きたいところだ。さあアタック。さあ鏡割りの偶は出して、お、これも通る。エンチャントは割られる。まあこれは仕方ない。ターンもらいます、まあ、まず殴りましょうか。まあフォローを折ったとしても違った。どうブロックする。そうくるか。なんかない気はするんだけどな。どうだろう。絶望将来全部入りましたね。ターン終了。あと5点。トークンデッキだったのかな、ちょっとわかんないですけど。まあ青入ってるデッキは何のデッキかわかる前にね、倒すのが一番いいですからね。まさかの負け確放置か。ここで時間がない時に一番きつい一手ですね。まずいって、今日は本当に時間がないんだ。17時28分ですよ。18時までもう時間がない。お、はい、対戦ありがとうございました。さあプラチナティア2まで来ましたね。さあ7枚でキープ。まあ1ターン目脅迫から入って2ターン目3ターン目綺麗に決めていきたいですね。何のデッキだ。おー、カウンター抜いとこうか。エンチャント破壊でもいいけど、こいつでどんだけ殴れるか。銀行破りが来て、さあだっ、さあエンチャント割られますかね。ここで
ち引かないのか。そうか、まあ仕方ない。なんか結構意外なことされましたね。さあ、銀行ウェブで。ターン終了。もしかしたら次殴ったらホーロー来るかな。それだったらめっちゃいいんだけど。なんかそんな感じになりそうだな。さあ、殴っていきましょう。さあホローを来い。来ないのか。さあ鏡割り予遇は。ターン終了。さあ見えてないのがあと1枚。あれがなんかだな。カウンター分からんけど、また次殴っていったら分かるか。さあ殴っていく。ターン終了。まあ OK。 普通に国別とかも飛んできそうで怖いな。これ国別飛んできたら終わりだな。まあ向こうもカウンターは警戒するやろうけど。あれどっちが来ないぞ。どうなってんのこれ。どっちが来ませんね。なかなかハードだなこれ。めっちゃきつい。なんで土地来ない。さあ死体鑑定士。これで土地はセットできたけど、ターン終了。ここでフォローを置きますか。あ、しまった。そうだそうだ。ダメなんだった、忘れてた。銀行破り壊しときます。さあ切り崩し。
ターンもらいます。さあ2体でアタック。さあシェオル、OK です。ターン終了。はい、OK。 ジンクラブの聖断でカード引く。ターンもらいます。まずは殴る。絶望将来。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。優勝グリクシスミッドレンジということで、いや、さすが世界選手権ね、制しただけあって、非常に使いやすいですね。まあ、今回ちょっと死体鑑定士、1回だけ活躍したか。鏡割りのグーワモも強いし、税血の収穫者も強いし、シンプルに強いデッキですね。リリアナ1枚の割にはなんか今回すごい活躍したようなイメージがあるんですけど、はい、そんな感じで、グリクシス好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。